はい、8月7日証券会社に来ました。証券会社なんて生まれて初めて。いらっしゃいませー。はい、これ株ゲームなの？大変上手な方。上手もクソもあるか。一人ずつ。よし。いらっしゃいませー。期待。資金はおいくら？200万円。1000株買える銘柄を探してみましょう。A 電機、B 化学、C 商事。チャート見る。わ、マジか。うわ、あっそう。こういうやつ。B 化学。はい。うん。じゃあ C 商事。161万6000円買う。ありがとうございました。うん。警察の調べを受けた。いつ？事件。うん。うちのお客ではなかった。じゃあ犯人がお客。もう終わりでよくない？なあに？株は買ったわ。もう何しに来てんだよ。普通に株しに来てんじゃないかよ。担当の南さん、東南期待。あら、こっちを見ているわ。犯人か。強行を担当してるのは西川。トンナンシャーペイ。あ、撮影。あとは調べておいてね。出ました、人任せ。おいーす。ずいぶんあっさりしてんな。うん。はい、それは俺もわかった。うん。お。おお。もう解決でいいだろう。逮捕しろ。引っ張ってこい。あ、知ってたんだ。すでに引っ張ってた。うん。ほんで。殺したことは否定している。
逮捕でいいよ。ナイフのようなもの。はいはいはい。まあね。ういっす、かなちゃん。サンキュー。あほ、怖っ。そうだよ。怖いな、この女。うん。ははは。なるほど。おめえは西川とできてんのか。え、あ、株の話か。普通に株について教えてくれてんじゃん。なんだお前。ほうほうほう。でも本当っぽいな。うん。あ、お引き取りくださいだ。おう、ちょびひげ。何を研究しているのかって秘密です。新薬開発。うん。なんだよ。谷本部長。はい。なんとなく結婚しちゃった。まあそれはそれでいいじゃん。はい。天狗屋。株を始めたのか。うん、だからって買わなくていいと思うよ。161万出してんぞ。両方違う気がすんな、今んとこ。